返上院は、愛媛県今治市菊間町に所在する寺院である。三号は、宝物山。宗派は、新温宗豊山派。詳しくは、宝物山返上院日輪寺とこうする。本尊は、聖観音、回帰本尊役除け工房大師。四国八十八箇所番外札所、新四国曼荼羅霊城第四十二番札所。別名、役除け大師。護衛家、 皆人の薬を抜出不日臨時母子の触りも、何のくもなく2月3日の節分を大祭として、1月と2月に、薬よけごま祈祷を行っている。主老もによりわらじを履いて、参拝祈願し、参拝後に脱いだわらじのお焚き上げをして、薬を払う風習がある。節分大祭には、菊間町の特産品である菊間瓦を使用した、鬼瓦みこしが登場し、42歳の薬年の、 男が担いで町内を練り歩く。また、神腰が境内に入ると、服は打ち、鬼も打ちという掛け声と共に61歳の役年の男女が本堂から豆まき餅まきをする。この寺の鬼瓦は1983年に今治市の指定有形文化財に指定され、現在は道市内の瓦館に収蔵されている。平安時代初期の公認6年四国巡釈中の 空海が、当地の峰に霊感を受けて、聖観の恩を刻み寺院を建立した。これが、当時の起源と伝えられている。また、自らの像も刻んで、薬よけ仏として安置し、薬よけの秘宝を修し、その秘宝を後世まで残したと言われる。その後、多くの瞑想が継承し、明王年間には、後世上主徳井通圧氏が田園を起進。秋の福島。 伊予の加藤が土地を寄進するに及んで、寺門は流星を極めた。しかし、天正年間の陛下により二度の火災を被り、すべての道具は消失したが、薬除け大師像のみは残存した。人々は唯一残った薬除け大師像の法力に共嘆し信仰し、海上交通の小船は帆を下げ、門前を往来する者は被り物を脱いで礼拝し、薬除けの別願書として再興し、 松山藩主の特別祈願書とされ、山主は上中に年に三度三殿し後守護府を建納するようになり、ますます多くの信仰を集め交流した。二王河原。ありがとうございます。